坊さんだ。今回はあの有名なミグシリーズ、そちらの超音速機ミグ 19PT、 こちらを使っていきたいと思います。ミグシリーズは結構有名なんでね、皆さんも知ってる方多いんじゃないでしょうか。それではやっていきましょう。バトルアットマルタ。エアトゥエアミサイルと、あと30ミリ弾薬ベルトですね。規定の使っていきます。内装はこんな感じですね。ハッチ。閉じます。それじゃあ行きましょうか。レーダーもね、ついてるので、こちらも少し離れた位置から敵を探知することができそうですね。了解。離陸準備完了。離陸開始。勝利を目指して頑張っていきましょう。アフターバーナー点火。離陸。ギア格納。いいですね。さあ、上昇していきましょうか。雲の上までは行きたいですね。デッキ発見。あれ、爆撃機ですね。味方の基地が壊される前に迎撃したい。行けるかな。ミサイル発射。当たればいいんだけど。機体を撃墜。やりました。さすがミグ。あとはどこだ？こうしたら映るか。いましたね、 FJ4B か。ナイス。味方が敵機を撃墜。あそこにセイバーがいますね。セイバーぐらいならいけるかもしれないな。敵が主導権を握った。行けるか。どれ狙おうかな。一番後ろのを狙った方がいいかもしれない。セイバー多分翼へのカフカーでしょうね。ダメだ。おお、ぶつかった。あとは正面に複数機。友軍の基地が攻撃を受けてますね。
援護に行かなければ我々の負けだ。後ろにいた。エンジン壊れてるからな、あれは大丈夫だろう。今行くから待ってろ。どこ行った？消えた？そんなバカな。いた。ちょっと遠いかな。後ろにいるか。うまく狙えるかな。味方が着陸しようとしてるの、それを食おうとしてる。させんぞ。あ、ダメだ、助けられなかった。だけど機体を撃墜。ミサイル撃っとけばよかったかな。お、だけど敵チーム全滅しましたね。というわけで勝利ですね。よかった、勝てた。ミグやっぱり強いですね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。それではまたな。